はい、みなさん、こじねがチャンネル新春第一弾です。今日はポジネガってことはやっぱりさ、ポジなことも言わなきゃいけない。で、ポジネガチャンネルも言ってるとね、なんか後付けのようなね、ポジの話で、ネガが、ばっかりになっちゃうような形もあるんですけど、ちょっと今回はね、少し、ポジの方に重点を置いて話してみたいと思います。内容はね、ウーマンなんだ、村本さんだから私なんだけどね、っていうのが、なんか、朝生でとんでもないこと発言しちゃって、それで炎上しました。で、炎上するのはまあ仕方ない。で、僕の知り合いが、彼を支援するっていうのも出たんで、それ困っちゃったんですよ。ね、やっぱどう考えてもおかしい発言なんで、その話。それと、北朝鮮と、韓国が、やっぱり、ね、オリンピックで協力するとかいろいろあったんで、これはね、アメリカがイライラするでしょう、日本もね。だけど僕らは、それをポジに考えたらいいということね。南北は、やっぱりね、朝鮮統一も一番大事なことですから。さあ、行ってみましょう。ポジネガチャンネル。はい、ということで連日のお酒でしたが回りません。それでも気にせず行っちゃいたいと思いますが、ウーマン君っていうのはよくわかんないんですけどね。僕なんかお笑いタレントで最近ね、朝生とか出てやっぱりさ、その田原さんにもいろんなこと物申して、なんか言ってる話じゃないですか。それで、まあ、ことの発言は、尖閣諸島なんかやっちゃえばいいって、沖縄攻めてきたから降伏して、どうのこうの、日本は3000年前に沖縄を中国から奪ったと、そういうこと言ったらしいんですよ。ね。それで大炎上しました。まあ、全く勉強してないこと確かなんだけど、で、彼はその後ね、これね、謝罪したんです。で、自分はよくわかんなかったんで、調べたら、ことの事実が分かったと。だから、それはね、あまりにも謝罪する気持ちがあったかどうかじゃなくて、炎上がでかすぎたと、そういうこと言ったらね、受けるんじゃないかと思ったのかなっていう感じがありましたね。ただね、これで面白いことは、その彼の役割っていうのかな、彼の役割っていうのは、まあ、僕の知り合いがね、そういうような考え方を持っててもいいんじゃないかっていう、それはないと思いますよ、日本人だったら。だけど、やっぱりね、テレビの中で、やっぱり朝まで生テレビが、まあ、国民に対して、そうだな、その彼の発言で、尖閣問題とか沖縄問題、防衛の問題、彼は、殺すんだったら殺された方がいいと言ってね、みんな降伏するべきだとか、まあ、わけのわからないこと言うわけですよ。で、人間ってそんな平和っていうものはあんまりさ、もう大冗談に構えてね、自分たちを卑下する必要ないと、そういうのもあるんで、ちょっとね、僕らからは、どうかなと思いました。まあ、いい勉強をしてもらって、それでね、とにかく歴史の話ができるのはいいけど、やっぱりさ、行き合ってデタラメばっかり言ってるお笑い議員は、お笑いタレントさんは僕はどうかなと思うので、それを応援してくれた野田さんとかですね、ちょっとね、考えてほしいなと思いましたね。そこも炎上してもいいかなと思いました。はい、まあ今ね、テレビを見てると山尾議員がね、出てますよ。まあね、これね、でテレビ朝日で相変わらず、山尾、テレ朝はもう本当に、腐った報道をしてますけど、それと別です。はい、北朝鮮と、韓国がオリンピックなども含めてね、要するに、北朝鮮のキムさんの、要するにそういう新年の言葉を、大統領が、韓国の文大統領が、やっぱりさ、すごいなんか謝辞を入れたらしいんですよ。まあ、素晴らしいと。で、それによってね、南北がすごくね、近くなりました。うん。で、対応を開始するとか、オリンピックもね、派遣するとか。で、これはいいことでしょう。だけど、いいことだけど、やっぱり日本とアメリカは、日本とアメリカ自体はね、あんまり美味しくないですよね。だけど、韓国メディアたちからすれば、当然ですよ。もう70何年前にバラバラになった祖国が統一に向けて動くってことは、もうどうでもいいわけで。で、それをうまくやれば、核兵器なんて全部手に入れられるし。だから、韓国と北朝鮮が、統一するっていうことは、日本、アメリカは、嫌でも余計なお世話だってことですね。これは重要な問題。それで、日本はどんな形であろうと、慰安婦問題のさ、合意がどうたらこうたらっていう韓国に対して、要するに大使をもうまた引き上げるとか、オリンピックに安倍さんが全部ボイコットに行かないとか、まあ、これも正しいと思います。朝鮮半島はあくまでも、まあ、アメリカ自身がちょっとね、やっぱりその軍事兵器とかそれを持ってるから、ロシアに手渡すことできないけど、やっぱりね、米韓じゃないや、の同盟ね、それも、どんなこと言っても、朝鮮半島ね、朝鮮と北朝鮮と、南朝鮮が、要するに国がね、一つになるってことに進むことは悪いことじゃないと思います。ただ、アメリカとしては、それがソ連離れて、アメリカ側の方、要するに、韓国側の方でくっついてほしいと。だけど、韓国も北朝鮮もロシア側でくっつきたいという感じがありますね。これはどうなんでしょうかね。まあ、非常にこれも今年考えなきゃいけない問題だと思います。もちろん集団的自衛権だとか、安保法制だとか、俗に言うね、テロ等準備罪、よくね、盛りかけ問題なんてもう終わってるわけだから、こんな話をするんではなくて、やっぱり今の日本はこれからどうしたらいいかってことに進まなきゃいけないと思う。
だけど、例えば朝まで生テレビとかね、またあくまでも反日的なテレビ局もあるわけだし、我々が今後ね、どういうふうにチョイスしていったらいいのかなと思いますね。で、まあ、山尾志織さんが今、テレビでどんなのか分かんないんですけど、矛盾だとか、どうたらこうたら、自衛隊だとか言ってますけど、現実的な対応の、ね、考え方がない政治の話は全く意味ないわけであって、やっぱり僕ら分かってるように攻めてきます、ね。もちろんね、北朝鮮以外の別の巨大な国が攻めてきます。ね、北朝鮮は日本に向けてもどこに向けても中国に向けてもミサイルを配備してますよ、ね、で核保有国ですから、ね、アメリカはもう国民が半数近くが核保有国と認めるべきだというふうに、ね、言ってて、その上の対話です。ただなんだろうな、トランプ大統領は日本のことを意識したりして、それに対しては OK とはしません。だけども裏の交渉ではそれを認める交渉が進んでます。これは残念ながら安倍さんの敗北であることは事実ですね、うん。まあ、安倍さんのことは僕は全く悪いこと言いたくないんですけど、北朝鮮の問題だからうまくいってないってことだけは付け加えましょう。まあ、この話をするとね、深くやると、YouTube でまた広告ストップとかなっちゃうんで、これにしますけど、やっぱり今年2019年っていうのは大きな節目の年です。やっぱりアジア情勢、韓国と日本を考える意味で。で、このオリンピックは、日本は本当に選手団を派遣するかしないかの話もまだしないじゃないですか。テレビの中でオリンピック出場選手が頑張って練習してるってことがあったとしても、やっぱり常識で考えて、この情勢がはっきりしない限り派遣できないでしょ。ね。ミサイルはどんなかのコーナーって言ってさ、要するにPAC-3だとか言ってる、その政府に対してね、じゃあ安全に、要するに選手団派遣できるんですかってできないじゃないですか、どう考えたって。ね、そこら辺のところは政府側とかマスコミ側がどういうふうに説明するのか楽しみです。で、僕の考えですよ。オリンピックははっきり言って今回はその危険だってことで参加しない。これはいいと思います。ね。で、北朝鮮が参加する場合はちょっとまた違った話になって、でももうね、日本の対応間に合わないから、まずは重要なのは参加しないということをまず決めてしまってね、別に東京オリンピックの時に韓国来ないでいいですから。その上で大使館員職員ね、例えば大使とそういうのをね、もう一回ね引き上げちゃうんです。危険だからと。それでいいと思いますね。だからアメリカはね、攻撃する体制をまだ 5% ぐらい残してるけど、攻撃しないんですよ基本的には。攻撃するというのは向こうからの挑発攻撃があったら、で、北朝鮮は日本もアメリカも攻撃しません。もうしないでいいからこそ核を持ってるわけね。核持ってなかったらいろんなことやるんだけど、持ってるから大丈夫っていう形でしょうかね。そこら辺のところはね、テレビは報道しないです。もう分かりやすく言うとね。はい、じゃあこれで一応ね、話の根幹は終わったんですが、私もね、今これアップするのが、そうか、4日かね、1月4日ですね、まさにライブで撮ってるんですけど、14日帰るまでの間にまだ10日あるので、この10日間いろんな話をラジオにあります。皆さんと一緒にね、ラジオでは言えない特別な話もここで話したいと思いますので、絡んできてくださいよ、ぜひね。飲み屋飲み会、もうタイもそうだし、もうあとそうですね、星見の会ね、静岡でもたっぷり話します。今の情勢を多分一番知っている、そうだな、なんだろう、民間人なのかな、マシャンなのかな、僕しかいないと思うんですよね。やっぱりこの情報の出元ってのはちょっと言えないことも多いんですけど、でもその真実の情報だけお伝えしたいと思います。僕はっきり言って自分のところで炎上は絶対させませんので、まあ、そういう人は拒否してコメントは載せません。いいですか、コメントは私が全部選びます。まあ、それもね、よく考えてください。ポジネガの世界っていうのは、いいことも言ったら悪いことも言うと。ただ僕は朝鮮半島の安定のために北と南が対話をするのは素晴らしいことで、これはアメリカの口でするべき問題ではないと。ただ、日本は北も南も同じぐらいに危ない朝鮮だってことで対応すればいいわけじゃないですか。ね、パチンコ問題だってさ、ね、北朝鮮って言うけど韓国ですよ実は。ね、やっぱりそういう意味で北と南っていうのはやっぱり一緒になりたいと思うのは仕方がないことです。でしょ。だって同じ国だったんだから、日本が南日本と北日本に分かれてたら同じこと考えますよ。他の国に余計なお世話ね。はい、そんなわけでね、新春早々からまたこれね、規制がかかりそうな話をしましたけど、なるべく穏便にしました。穏便以外の本音はぜひ私と会った時に話してください。いろんな新情報も何もいっぱい入りましたね。それこそそうだな、まあね、2月にはまたセリックさんがアメリカ来るので、そこでまたね、もう国防助手隊たちも含めていろいろ話したいと思います。マジックのアイテムなんかもね、そろそろ買わないとなくなっちゃうので、皆さんぜひ注文してくださいね。今セールで安いですから。はい、ということで時間がだんだん迫ってまいりました。はい、2018年皆さんにとってポジは何、ネガは何、でもネガのままでいてもしょうがありません。やっぱり僕らは良きね、日本の正月を迎えたんですから、平和ですね。平和は、我々のエゴです。我々が勝ち取ったエゴなんで、他の国に言わせることはありません。はい、いいですか。さあ、時間の方がそろそろ来るのかな、もうちょいかな、音楽が鳴ったら、このラジオが終わります。はい、それでは皆さん、もうすぐだけどまた、
来週頑張ってやりましょう。はい、さよならです。どうぞよろしくお願いします。グッバイ。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。